サンティティエンヌはフランス中南東部の都市でロワール県の県庁所在地である。ローヌアルプ地域県の内陸の都市でロワール県の県庁所在地でもある。1999年の人口は約18万人。近郊の人口を含めると約32万人の都市圏を形成する。ピラサンの麓にあり、ロワール川の支流フュラン川が流れる。 リヨンの南西6 0トル、ビエンヌの5 0トルに位置する。都市名は、セイステファーノスに由来する。1258年に初めてサンクトゥス、ステファヌス・デ・フランと、名が記された。古くから武器工場の存在で地名が知られたため、フランス革命中にはアーミービル、またはコミューン・ディ・アーマと改名された。フランス革命の恐怖政治の時代には、 ヒキリスト教系運動の影響でサンティティエンヌはアルムビルに解消させられた。1827年、サンティティエンヌとアンドレス・ブーシーンの間にフランス最初の鉄道が開業している。これはイギリスで世界最初の鉄道が開業したわずか2年後のことである。この鉄道は鉱山で採掘された鉱石を輸送するための鉄道であった。 出身者居住その他ゆかりある人物、ありがとうございます。